ケイズレーシングがついに 2.6 リッター仕様で登場。その走りを緊急チェックだ。今回はエンジンの 2.6、正確に言うと2580で、ストロークが H06、圧縮が 12.7、まあ、吸気温度が50度で310馬力出てます。だからまあね、本番の寒い時には350前後出てるんじゃないかな。トルクはね33かな今の時点で。担当ドライバーは峠キング土屋圭一。アメマ王を取りに来てます。行ってみたいと思います。前回の魔王決戦でアメマ王となったアシスト M3 のタイム28秒448をこの日のターゲットタイムとした。この前の雪辱、雨の中でちょっとひどかったんで、それをちょっと植物できればなと。その手応えは、ドリドリが言う通り排気量アップに伴いトルクは5キロも向上している。ドライセッティングのままだ。ウォームアップですでに前回の4番手タイムをマーク。ちょっと跳ねるな。ちょっと緩めていいですか。はい、リアですかフロントですか。どっちも跳ねてる。両方分かりました。 DK アタック、高回転を回し続け、タイムを狙う方向の S2000 を今回の仕様変更でジェイズはレブリミットを400回転下げ8000回転にしてきた。トルク重視、この路面ですでにその効果が出始める。しかしヘアピン進入では一瞬アンダーが。さあどうか。よっしゃ、もう一本行っていただけるんやったら27秒多分入ると思います。フルブレーキングをしてリアの浮き具合を確かめるドリドリ。後ろもっと緩めるかな。3速ですか。ヘアピンだけ2入れました。あとは全部3。はい、一応3速でいけるようにファイナルをちょっと変えてきたんですよ。どんな状況でもエンジニアの狙いに応えようとする、それが乗り手の心意気だ。しかしリズムが取りづらいか、コンマ08秒タイムロス。無理だろう。3速でヘアピン行ったんだけど、雨だとトルクが来ないよね。ドライだといけるかもしれないけど、まあだけど7秒台入れたいね。なんとドリドリは笑顔で目標タイムを27秒台に設定。雨の量が増える中、この人はどうしてそこまで自分を追い詰めるのか。でもタイム落ちてます。あー、リアクターはダンパー無理やな。じゃあダンパーちょっと絞って深みを柔らかくしよう。ここからは撮影スタッフが立ち入りできない領域へ。作り手と乗り手の思いが重なるかがポイントだ。8-0。ダンパーちょっと後ろ締めて。はい。8-0か。二、はい、コーナー、1コーナーから2コーナー入ってったところでケツが出るんだよ。前はちゃんと踏んでるんですね。まあ前も逃げる限界なんだけど、バランスとしては前が逃げるときにリアが逃げてる。リアダンパーを締め、リアウィングを調整。さあ羽は収まるか。ここでの姿勢が変わった。さらに2コーナーのボトンスピードが76キロから80キロへ。これはタイムに反映されそうだ。さあどうか。タイムは28秒061、ベストを1000分の6秒更新。
じゃねえかな。ベストはベスト。ベストはベスト。ここ壁あったんや。ベスト出たけど、こんま8秒06。あそう。7秒入ったと思ったんだけどな。いや、あのタイヤの温めでそのままで行ったらタイム上がる可能性ありますか？行けると思うよ。お、行こうか。よろしくお願いします。行こう。すいません、お願いします。はい。しかしこの時雨の量は増す方向に。リアウィングを信じるしかないでしょう。峠早いね、土屋さん。そしてこれがこの日のラストアタック。ここの最高速はなんと169キロ。やば。1コーナーではインベタのラインをキープし、続く2コーナーへの切り返しでもオーバーを出していない。ポイントはこの2コーナーへの進入スピードを上げたこと。その分ボトムスピードをしっかり落とし、ダラダラしたコーナーに対しドライビングでメリハリを与えている。さらにヘアピン手前でも挙動を乱さずアプローチ。これは決めたか。よっしゃ、入ったんじゃん。入ったんじゃん。さすがです。雨の量が増えているにもかかわらず雨と思わせないほどの攻めっぷり。このスタイルこそやっぱり峠キング。雨魔王のタイムをコンマ7秒更新。あー、レアウィング信用するしかないよこれ。7秒9ぐらいいってるんだけどな、フィーリングはね。よし、ありがとうございます。よし、7秒7。よし、さすがっす。よし、さすがっす。 OK、 ありがとうございました。いやだけど、はい、今のベスト出したのは、はい、雨一番強くなってからだからね。はい、だからセットアップが良かったね。あ、ありがとうございます。そうそうね、ドライのままだとやっぱ跳ねちゃってさ、はい、全然タイヤが設置しない状態だったんだけど、だん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 セットアップしてって、でも最後はリアウィングを信用して、はい、1、2コーナーをちょっとコンマ1秒早くしろかなっていう。まあ俺的にはね、レーズの車は雨でもドライでも攻めさせる気になる車を作ってくれるよね。アメ魔王取り返しました。イエイ。魔王取りは混戦必至の状況。さあ今度は誰が取る。